出そうとする西側メディアの試みだと報道を批判する一方で、防衛施設の配備は主権国家としての自衛権の行使であり、軍事化とは関係ないとしています。帰宅ラッシュ時にテロが発生、28人が死亡しました。トルコの首都アンカラで17日、軍用車両を狙ったとみられる大きな爆発があり、少なくとも28人が死亡、61人が怪我をしました。ロイター通信などによりますと、首都アンカラにある軍本部近くで17日夕方、兵士らを乗せた軍のバスが信号待ちをしていたところ、近くで別の車が爆発し、軍用車両少なくとも2台が燃えました。仕掛け爆弾によるものとみられ、トルコの副首相によりますと、兵士と民間人合わせて少なくとも28人が死亡、61人が怪我をしました。アンカラでは去年10月にもクルド人らの集会を狙った爆弾テロがあり、100人以上が死亡。この時は過激派組織イスラム国との関連が指摘されましたが、今回は犯行声明は出ていません。一方でトルコはこのところシリア内のクルド人武装組織 YPG 人民防衛隊への攻撃を行っているため、 YPG に近いトルコ内のクルド人武装組織 PKK クルド労働者党の関与も取り沙汰されそうです。母親に相談を自供を決めていました。川崎市の老人ホームで元職員の男が入居者を殺害したとして逮捕された事件で、男は母親に相談した上で自供を決めていたことが新たに分かりました。この事件は川崎市の老人ホーム S アミーユ川崎幸町の元職員今井隼人容疑者23歳が、おととし11月入居者の牛沢民夫さん当時87歳をベランダから投げ落とし殺害したとして逮捕されたものです。今井容疑者は先月末から数回警察の任意の事情聴取に応じていましたが、当初は関係ありませんなどと転落死への関与を否定していました。その後今月15日になり、今井容疑者が本当のことを話さないといけないと思ったと話し、入居者3人を殺害したことを認める供述を始めたということですが、警察によりますと今井容疑者はこの直前、母親に相談した上で自供することを決めたということです。一方、今井容疑者は警察の取り調べで死亡した内澤さんについて、手がかかる人だった、人目につかない時間帯を狙ったという趣旨の供述をしているということで、警察は引き続き動機などを追及しています。21歳の男を逮捕しました。兵庫県加古川市で20歳の女性が遺体で見つかった事件で、警察はアルバイトの21歳の男を殺人容疑で逮捕しました。 MBS ラジオからお伝えします。殺人の疑いで逮捕されたのは、加古川市のアルバイト店員磯野和明容疑者21歳です。警察によりますと、磯野容疑者は去年12月7日午前2時ごろ、加古川市の加古川付近で大阪府吹田市のアルバイト店員大山真代さん20歳の頭を凶器で殴って殺害した疑いが持たれています。大山さんの遺体はこの2人の間にトラブルがあったかどうかや動機については現在捜査中ということです。警察の取り調べに対し磯野容疑者は間違いありませんと容疑を認めているということです。 MBS ラジオからでした。北朝鮮に物資を輸出していたとして逮捕です。北朝鮮に対する経済制裁で禁止されている医療品などの日用品を不正に輸出したとして、京都府警は東京都内の貿易会社の社長を外国為替法違反の疑いで逮捕しました。このニュースも MBS ラジオからお伝えします。外国為替法違反の疑いで逮捕されたのは、東京都台東区の貿易会社清涼商事の社長で韓国籍のキム・ヨンチョン容疑者48歳です。警察によりますと、キム容疑者はおととし1月、政府が北朝鮮への経済制裁で輸出入を禁止しているチョコレート、お菓子などの食品や下着、サンダルなどの日用品、段ボール箱187個分、およそ640万円相当を東京から船でシンガポールを経由して北朝鮮に不正に輸出した疑いが持たれています。
警察は朝鮮総連傘下の経済団体がキム容疑者と北朝鮮の会社との取引に関与していた疑いがあるとみて家宅捜索に踏み切りました。朝鮮総連の関係者とみられる団体は激しく反発しています。キム容疑者は2009年以降およそ5年の間に十数回にわたってシンガポールを経由して不正輸出を繰り返していたということですが、調べに対しシンガポール向けに輸出したことは間違いないがその先のことは分かりませんと容疑を否認しています。 MBS ラジオからでした。秀光 SS で突撃リポート。挨拶を大切にされているそうですが。はい、車だけでなくドライバーの方にもエネルギーをお届けできるよう気持ちのいい挨拶を心がけています。おはようございます。確かにいい声。国土交通省からのお知らせです。住宅を購入すると最大30万円が給付される住まい給付金、申請期限は引き渡しから1年3ヶ月、確定申告とは別に手続きが必要です。お問い合わせは0570-064-186 または住まい給付金で検索。ブライアン・ウィルソン来日公演決定。11年ぶりとなるこの公演はビーチボーイズの傑作ベストサウンド50周年セレブレーション、これが最後のアルバム再現ライブ。 TBS ラジオ公演ブライアン・ウィルソン2月12、13日東京国際フォーラム、お問い合わせは地元東京まで。お聞きの放送は954&905TBS ラジオ。株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は昨日より360円ほど高い 1万6196円80銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日より47銭円安ドル高の1ドル113円93銭から94銭で大方の取引を終えています。アメリカのオバマ大統領が来月キューバを訪れる方向で調整していることが分かりました。これはアメリカメディアが一斉に報じたもので、現職の大統領の訪問は88年ぶりです。アメリカとキューバは去年7月54年ぶりの国交回復を果たした後、大使館や定期郵便の再開など実質的な動きを進めていました。韓国の情報機関国家情報院は北朝鮮の金正恩第一書記が韓国に対するテロの能力を高めるように指示を出し、工作機関がテロの準備を進めているという情報を明らかにしました。脱北者など反北朝鮮活動家の毒殺や拉致を計画している恐れがあるということです。韓国政府は情報収集を進めるとともに北朝鮮のテロに対する警戒を強めています。相続、交通事故などでお困りの方は丸の内これいえ法律事務所、まずはご相談を0352243801東京弁護士会所属丸の内これいえ法律事務所。いつの間にかついていたエビや袖の黄ばみや黒ずみなど落とすことを諦めていた汚れにぜひ試してほしい。新しくなったライオンのトップスーパーナノコスは驚きのスーパーナノ洗浄で繊維一本一本から徹底クレンジング。お洗濯は衣類を洗うのではなく繊維一本一本から洗う時代へ。セッション22小木上樹です。南部ひろみです。今夜のメインセッション、インフルエンザ、花粉症、老化にも関係が、今医学界が注目する腸内フローラに迫ります。深夜12時台はテルマエロマエなどで知られる漫画家の山崎真理さんが登場。セッション22は夜10時から生放送です。小木です。矢作です。お、小木矢作です。お、TBS ラジオです。続いてホットインフォメーション、今日のスポーツニュースをお伝えします。絵本の中の王子様も魔女も狼もみんな優しい声でした。食べたいぞ。一緒に読むたび心が育つ子どもの読書推進会議、
AC ジャパンはこの活動を支援しています。プロ野球、巨人の沖縄キャンプでは韓国プロ野球 LG との練習試合が行われ、巨人は先発した内海が2回をパーフェクトに抑えました。また野手陣ではロッテから移籍したクルーズがホームランを放ち、若手では2年目の岡本が2安打、ドラフト2位ルーキーの重信が3安打1打点、盗塁を1つマークしてアピールしています。初めての対外試合を4対2の勝利